こんばんは、元気です。チャンネル登録者数がおかげさまで2000人を突破しました。ありがとうございます。誰かの楽しみにですね、なれるチャンネルを目指して頑張っていこうと思います。なんで楽しみになりたいか、すごく明確なエピソードがありまして、大学病院の待合室で隣の同じ持病の方がギリギリのところで仕事をして、たまの休みは大学病院で1日潰れてしまう、もう何の楽しみもない、死にたいって言ってたんですよ。僕それがすっごく印象に残ってて、気持ちが分かってしまう分、体調がもうある一定のラインまで下がってしまうと、もうギリギリになっちゃうんですよ。肉体的にも精神的にも経済的にも。それで病院ってすっごい混むんですね。まあ診察が2分とかもあるんですよ。でいろんなドクターいて、もちろん素晴らしいドクターたくさんいるんですけども、まあ、中には腕も愛想も悪いドクターっていて、2分の診察で1回も目が合わないまま終わりみたいな感じの人いるんですよね。診察って見て察する、まあ察してみるって書くけど、見もしなければ察しもしねえなんだみたいな人いるんですよね。本当そんな人と2分話すためだけに、まあ、たまの休みが潰れて、また明日からギリギリのところで仕事していく楽しみもないと、まあ死にたいって思っちゃうのも分かっちゃうんだよな。でも人間何か楽しみさえあれば、それに向かって頑張っていけるって僕は信じてて、実際どんな状況でも楽しみがあったから頑張ってこれました。まあ、せっかく僕は、まあ、曲を作ってピアノを弾いて発信するっていう手段があるので、絶対俺が楽しみになってやるっていう風に思ってます。だけど正直まだ覚悟ができてなかったです。最近の動画は上げれば上げるほどチャンネル登録者さんが減っていくっていう恐ろしい現象が起こっていて、まあわかるんですよね。やっぱり縮こまってました。誰かの楽しみになりたいっていう思ってたけど、やっぱ覚悟がまだ足りなかった。せっかく30歳も超えて YouTuber になったから、自分が思ってることは誰に嫌われようが言うし聞くし歌詞は書くし何でもさらけ出してやるって思ってたのに、やっぱどこか大人としてやっていきたいっていう変なプライドが邪魔をしてました。今もしてるかもしれない。縮こまってんじゃねえよ、昔のお前はもっと大きいやつだっただろ、昔のお前に戻ってくれよ。こんな感じでいつも自分自身に対してと、こないだ乾燥機をかけすぎてしまったジーンズに対して言ってます。もっともっと自分をさらけ出して、エンターテインメント性も芸術性も高めていきます。ピアノに関してはエモさ感情とエロさ色気をですね、もっともっと高めていきたいですね。まあ、本当にここ最近の動画は伸び悩んでて、その中ででも応援コメントをくれて、高評価をくれて、シェアをしてくれた方々に本当感謝してます。ありがとうございます。もちろんさらけ出す色気を出すって言っても、別に上半身裸になったり下半身にモザイク入れたりとかそういうことではなくて、もっと飾らずにやっていけたらと思います。はい、なんかそうですね、チャンネル登録者さんが2000人超えました、ありがとうございましたっていう動画にするつもりだったのに、ものすごくなんか一方的に語ってしまいましたが、まだまだちょっと悩んでいる自分ですけども、これからもよろしくお願いします。楽しみにしていただける動画をちゃんと作っていきます。はい、まあもうすぐバレンタインデーなので、まあ、チョコの曲を弾いてお別れしようかと思います。ありがとうございました。3000人、4000人。
人、5000人、1万人、2万人、10万人、100万人目指して頑張ります。それではまた次回、いつも本当ありがとう。